これでいいですね、こう両方ともこうやってね。平木さん、終わりました？なんで座ってるの？何くつろいですか？違うよ、これ大仏ポーズやるっていう話になった縁もゆかりもないでしょ。二人で移ろうかな。すぐ戻っちゃうんですけど。めちゃくちゃ馴染んでますね。すごい。初日からの。すごいですね。さすが。さすがっすよね。これをね、浮いてるって言うんですよ。俗に言う。もちろんマリノスのサッカーをこう見てきてくれてると思うので、そこに対してこう自分たちもこう要求したいと思うし、純くんが要求することに対して僕らも答えなきゃいけないというふうに思って、まあかといってやっぱゲームをやらないことにはまあその意思疎通も合ってこないし、まあだから本当やっていく上で合わせるし、まあその中でしっかり勝ちながら、いろんなことをすり合わせていけたらいいなというふうに思ってます。まあ僕たち的には公式戦で負け越してるんで、まあそのリベンジを果たす意味でも、もうマリノスファミリー一丸となって必ず勝ちたいなと思います。で、年一ミツアーゴールは？でもまだ出せない。まだ早いです。年一。うん。やっぱさ、早めに見せちゃうとなんかちょっと、シーズン終わる頃になんかみんなの記憶の中から消えちゃいそうなんで、もうちょっと出すのやめてきます。こうやっぱチームがいい流れで来てる中で、やっぱ出る責任っていうのはやっぱりすごい重圧を感じてますけど、まあこういう中でやることを求めてきましたし、やっぱり優勝を目指すチームなんで、この先もっともっとプレッシャーがかかってくると思いますし、まずは目の前の試合に勝つことだけを考えてやっていきたいですね。思い切っていきます。90分通して楽しみにしています。どんなことがあってもアグレッシブ。気にするんじゃなくて勇気持ってプレーしろって言われて、俺もそこだけは絶対にしたくないと思って、マリノスのゴールを守るっていうことはどういうことかっていうのをしっかりとやっぱり考えて、まあ、10月からも逃げずに受け止めた上でピッチに立ってやったんですけど、やっぱりマリノスのキーパーはやっぱり歴代として素晴らしい選手ばかりだったんで、まあ、そこからの考えるとやっぱり自分はまだまだ足りてないのかなって思いましたね。
マリノスのために全てを捧げたいっていう思いで来ましたし、本当にマリノスを勝たせたいし、多分僕がこうビビってプレーしてると味方からバックパス来なかったと思うんですけど、90分通して何とかしてくれるだろうっていうパスが来たんで、自分の心構えっていうのはやっぱり大事だなって思いましたね。チームに与える影響っていうのは、多分そこを持ってたから、その最後の1対1も迷うことなく判断できたと思いますし、自分がもっとうまくチームを回せたら勝てたなっていう、本当悔しかったですね。ホイッスルが鳴った瞬間にたくさんサポーターも来てくれてましたし、素晴らしい応援してくれたのに勝てなかったらって思う、強かったです。Just received some information and congratulate a couple of you being selected for the national team for the next window. Takuma. を、ここでやってること変わらず無駄にせずやっていきたいです、真摯に、はい、自分の良さがあってすごく評価されてると思うので、まず自分のやるべきことをやることに集中したいです。しっかり、もう本当に魂込めてギラギラしていきたいです、はい、楽しみだね、はい、まず鹿島に鹿島相手に結構こううちのやりたいことも出せるし、鹿島もこうオーソドックスなというかサッカーしてくるから、もう本当そのスタイルのぶつかり合いできる感じだから、もっとうちはここ勝てればめちゃくちゃ波乗れると思うし、やっぱ自分たちのやってきたことっていうのはこう証明できるチャンスなので、そういう意味でも本当大事な試合かなと思ってます。こうなんか絶好の機会だなと思ってて、鹿島ってその勝負強さとか勝っていく姿勢とかそういう部分も優れたチームですし、なんてタイミングやろっていう感じが自分の中ではしてて、ここをどう自分の中で打ち勝っていけるかっていうのは非常に楽しみというか、やってやろうっていう気持ちは強いですね。Final part of our preparation. Still focusing on our mentality. Positive actions, our football, aggressive football. Okay. Stop! 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 St
Okay, very good. Maintain that mentality. We come back here, we will. Come on, let's go. よく見るやつっすね。すごいわ。高さ早めに来たからもう1回ぐらいあるっていうか。ありますね。寒いからクッキリ行こう。これからもどんどん買い続けていきましょう。よっしゃー。いや年一やからもうないっすよ。いやでもそれはほら三沢年一の噂があるから。いやいや年に1回出せばそれで十分なんですよ俺は。そういうのが記憶に残るから。If anything we take away tonight or tomorrow, if anything, understand with a positive mindset, with a real strong mentality, anything is possible for you guys. Anything is possible. Joel, Takuma, we wish you good luck. And we're right behind you as well. We'll be watching the tape. Good luck.